すごいニュースで初めて見た時に心が痛くなって、ずっと何かしたいとは思ったんですよ。でも実際に行くってなったら、結構経済的にも厳しくて、なかなか行く機会がなかった。そういう時にメンバーの伊庭にこういうプロジェクトがあるんで、あって、ただで東北に行けるよっていうのを聞いて、あ、僕にとってすごいいいチャンスだなと思って、ずっと思いつき続けてたのが今叶えられると思ったので参加することにしました。今までメディアを通してとか写真を通してしか見たことが実際なかったんですけど、実際にその陸前高田市に行った時にすごい衝撃を受けて、震えがもう止まらなかったんですよ、鳥肌も立って。それがなぜかって言ったら、やっぱ震災の傷跡っていうのが今でも残ってて、実際にメディアとかだったらその一方向しか見れないじゃないですか。でも実際にその場に立ったら360度見ることができて、そういう360度見ることによってよりなんか実感しましたね。やっぱり東北今来ていろんな方のお話を聞かせていただいたんですけど、やっぱどの人も口を揃えて、周りの一人でも多くの人にこの東北のことについて伝えてほしいっていう思いがすごく伝わってきて、やっぱこのプロジェクトの趣旨的にも、こちらで防災の知識とか実際に東北で起こったこととか経験とかを、もう地元に戻って広めていくっていう趣旨があるので、そういう家族とか友達とかにも、そういう真剣にそんな話したことない人たちにこういうことがあってとか伝えていきたいし、帰ったらすぐさま Facebook で自分はこういうことを感じましたっていうのをすごい載せたいな、投稿したいなって思ってます。さっきも食事しながら話してたんですけど、もう一回きっかけバスのメンバーで東北に行きたいなって、夏休みにきっかけバスリターンズをやろうっていう話をしてて、まあ、全然内容とか全く口で言ってるだけなんで決まってないんですけど、ちょっとそれを実行してみようかなって今思ってます。